皆さんおはようございますこんにちはこんばんはお仕事お疲れ様でしたおじちゃんねるですご視聴ありがとうございます皆さんは自分の人生を生きてますか日々誰かのせい例えばコロナウイルスによるまあ感染拡大とかそういったことを政治のせいにしたり中国が悪いとかご近所の誰かが悪いとかそれはないか <laughs> 何でもいいんですよね。給料が安くて、会社に愚痴を言うとか、旦那に愚痴を言うとか、奥さんに愚痴を言うとか、子供に愚痴を言うとか、友達に愚痴を言うとか、愚痴はいいんですけど、別に。誰かのせいにして生きるのはやめにしませんか本当にその誰かのせいですか本当は自分のせいなんじゃないですか今の生き方を決めたのは誰ですかそう。 私なんです実は落ち込んで悩んで誰かに声をかけてもらいたいとか慰めてもらいたいとかそこまで思ってその行動を取っているかどうかっていうのはちょっとわからないんですけどそれを選択して人生はつらい苦しいそうやって思うのを決めたのも自分です。 そう私ですそれをやめていきたいそう決意したところです三日坊主で終わらないといいんだけどまあ三日坊主でもいいんですよねそう思い始めたところが一歩前進そう思ってます本当す全ては自分次第まあ周りの空気に流されたりとか 誰かの目が気になったりとかとてもわかりますわかりますでもそこから抜け出すには自分が一歩踏み出すしかありません努力は必要ないです自分のしたいそして感じる違和感を信じて一歩進むみんなで一歩前進していこうはいおじさんのたわけでした上言たわと上等なんです うん、何のスマイル <laughs> ということで今日はちょっと変なスタイルの動画でしたがここまでです本日もご視聴ありがとうございましたじゃあね、うん、スマイル